ウェイト版タロットカード、大アルカナ5、鳳凰。右手を上げ、人差し指と中指を揃えた祝福のポーズをとっているこの人は鳳凰です。頭にいただく三重の冠と手に持つ三重十字は、それぞれ教皇冠、教皇十字と呼ばれ、ローマ法王も思わせます。いずれにしても、この人が神の教えの場において高い地位にあることは間違いありません。背後に見える2本の柱から先は神の領域となる神殿です。足元に見える交差した鍵は、法王だけがその扉を開けることができると示しています。法王は神の教えを伝え、神と人間界をつなぐ役割を担っているのです。赤いバラと白い百合の包囲をまとった僧侶が2人、今まさに法王に教えを請うているところです。今日法王のカードがあなたの前に現れたなら、伝統的なやり方に従いなさいと教えているのでしょう。いくつか選択肢があるのなら、より伝統的な方法、道徳的な判断、世の中の価値観に沿った選択をすると良いでしょう。改革、革新、奇抜なやり方は今はタイミングではありません。またはあなたの周りに法王を連想させる人物はいませんか？その道の権威に相談してみるのも大きな助けとなります。その人物は男性とは限りません。女性であるかもしれませんし、ひょっとしたら何かの本や講義のようなものの中にヒントが隠されているかもしれません。誰かに、何かに教えを請うてみましょう。